コンスタンディノス・ザアルダリスはギリシャの政治家。首相を2回務めた。1884年1月1日にエジプトのアレクサンドリアにて首相した。ベルリン、ロンドン、フィレンツェ及びアテネ大学で法学を学んだ。1915年から1917年まで県の政治家を務めた。1926年にヨアニス・メタクサスの自由思想者等から アルゴリドコリンシア県の議員として初当選した。1928年に、おじのパナギス・ザルダリスが党首を務める、人民党の党員となった。彼は1933年から1935年まで、運輸大臣として、第2次パナギス・ザルダリス政権に入り、続いて、首相の時間を務めた。1936年のパナギス・ザルダリス死亡後に、 人民党の管理委員会の委員となったが、間もなく、同委員会は、メタクサス独裁化で解体した。1944年の国家解放後に生まれ変わった、人民党の指導者として認められ、右派の、連合愛国党連合の指導者として、物議を醸した1946年の選挙を制し、1946年4月から1947年1月まで、首相を務めた。 1946年8月に彼の政府は君主制復活の是非を問う国民投票を実施した。1947年から1949年にかけて国際連合総会のギリシャ代表団長として活動した。またマクシモス、ソフーリス、ディオミィス各政権で副首相を務めた。1947年8月に再び首相となり、 同年9月まで務めた。アレクサンドロス・パパゴス元帥のギリシア人運動の創設及び台頭により、人民党は選挙基盤の大部分を失い、ザルダリスは1952年の選挙で敗北した。彼は1956年の選挙で民主連盟の一員として当選するが、人民党連盟の領収として臨んだ1958年の選挙では落選した。 その後まもなく彼は政治家人生を終えた。1970年11月15日にアテネで死去した。ありがとうございます。